参加したのは去年の賞金ランキング10位の原英莉奈選手や今年のアメリカツアーの賞金女王シン・ジエ選手、それに今年プロテストに合格した19歳の竹村誠選手ら日本ツアーの登録1年目と2年目の新人ら74人です。納税の意義や税金の種類、さらには脱税した場合のペナルティなどについて東京国税局職員の説明に真剣な表情で耳を傾けていました。すべて税理士さんにお任せしてたので、いい勉強させてもらったなと思います。国民の義務であるっていうこともちゃんと認識できました。これから賞金をいっぱい稼いで国のためにいっぱい納められるように頑張りたいと思います。